室町時代後期、将軍の跡目争いに端を発し、応仁の乱が勃発。諸国から兵が集められ、戦は果てるともなく続く。京の町は焦土と化した。この混乱を勢力拡大の機と見た豪族は各地で挙兵。戦乱の炎は全国へと燃え広がった。戦国乱世の到来である。関東では古学坊とそれを補佐するはずの関東管領上杉氏とが激闘を演じる。この隙に小田原城を奪い、戦国大名として名を馳せたのが北条家初代当主北条早雲。早雲は領国経営に卓抜した手腕を発揮し、領民の信望を得てその勢力基盤を固めた。だが早雲が没すると、関東管領上杉軍は連合し巻き返しに出る。連合軍はかつて北条家に奪われた川越城を退去して取り囲んだ。早雲の孫にあたる北条家三代当主氏康は小田原城より救援に駆けつけたのだった。第1話、川越野戦。見かけねえやつだが、劣勢に味方とは面白い。俺が面倒を見たら敵は油断してる。この隙にベンチを城へ送り込む。ベンチを援護するんだ。邪魔なやつらは叩き切るぜ。
왜 다루? 야! 야! 응! 개미! 이거 알아야겠다. 야! 야! 백쇼! 야! 응! こんなもんだな。目覚ましきお働き。安心はできねえな。そろそろ大きく動くぞ。敵陣へ締め上げる。関東管領の名にあぐらをかいて、実態はこんなもんか。こんな奴らに関東を任せておけるかよ。手を貸してやるかね。
うさんくせえ人間だと思ったら、アホが起きやがったぜ。よっ、よっ、うん、何しに来やがった。てめえらの出る幕じゃねえだろ。カイモン、カイモン、任せて。上がったろ。増援で敵が勢いつきやがった。やっ、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 相手に不足なし。いざ強くなる。味わってみるか。あ、やっとこんなんだな。仲間には攻撃方針を指示できるんだ。場合に応じて指示を与えるといい。
工場のエラーによる奇襲だと？対応を急がせ。ドッ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 、見事な分働きを。覚悟見どころのあるやつだ。